の金です。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースネイビッツケイバーオブトロールス2ということで、いまいましい動物とか厄介な動物っていう意味になると思うんですよ。サムネにはあんな可愛らしいネズミが描かれているんですけど、クリア率は 0.81%。 今回このコース鬼畜な匂いがしますね。それじゃあ早速やっていきますか。最近全然開幕殺しがないよね。今日あるかな。開幕テレーサーいや、すがすがしいね。ここまで綺麗に当ててくると。じゃあ下に行けっていうことかな。下は何もないのか。じゃあ左上の土管だね。この土管に入っていきたいと思います。こっから本番っていう感じだね。そしてここはどうすればいい。今魚冷た。じゃあここはすぐ右に行って面を避けろっていう感じだね。ここは下から行くのと上から行くの何か変わるのかな。一旦上から行ってみる。上から行ってここで雲に乗る。そしてこのフラワーを取っていいのかな。チーム一人とでござる。じゃあさ、ここ雲に乗って上の音符を叩く。いや、なんか隠しブロック出てきてるしさ、右に行ってすぐ抜けろっていう感じかな。そしてこの雲の上に行く。多分これが正解だよ。うわ、あの無謀兵なんか怪しいぞ。なんだ、何もしてこないのか。じゃあこの10個。やばい、これは隠しブロックが出てくるパターンだ、きっと。もうないのか。何か用意しとけよ。引っかかる準備はできてたぞ今。はだー、土管に入った瞬間すぐ右に逃げろっていう感じでしょ。さっきと違うやんかー。いや、さっきボム兵が爆発する前にこの土管に入ったんだよね。なんでボム兵が爆発して土管に入る、そしてすぐ右に行けば左にブラパが出てくるみたいな。なんでよなぜだ、なぜ違うんだ。なんで最初は左に出てきた。教えてくれ。トロールコース作ってる人いっぱいいるだろう、見てる中で。今度は右に出てきたね。じゃあここはこのハテナを叩けばいいのかな。なるほど、そして右に行けるっていう感じだね。うわ、下か上か。下を信用したと思います。いや、熱々。そしてここで上に乗っていけると。よっしゃ、来ました。いや、バネに引っかからなかったっていう感じでしょ。これはどうする。右にも行けないじゃねえか。どうすればいいんだこれは。リード THIZ。 とりあえず最初からやり直せっていうことだよねこれ。じゃあこのドアから出るとすぐ右の雲を抜けていけっていう感じだと思うんですよ。さあ行きますか。こっから上に行くっていうことはまずできないっぽい。ちょっと待って、危ない。これで来れないだろ、花ちゃん。なんか上から。まずいぞ、あそこに行かれたらまずいんじゃないか。そこは僕の行くべき道なんじゃないか。どけよ花。もう何もしない。ここの音符ブロックから花ちゃんが出てきたよね。そんでこの右上に行けば何か変わるっていう感じなんじゃないかな。なんかバーがあるね。左から登ってドアがあるみたいな。あれ入れんね。何もできねえよ。こっからどうすればいいんだろう。あ、スターが取れた。こっからどうなる。左に行って、それはわかるかそういえばありがたいことに、ね、コメントとか DM でめっちゃ来る話があって、ちょっと待ってね、ここ先どっか入っていい。この辺にあったでしょ。よしよし、さあ進んでいきますか。こっからめっちゃピンクコインくれるね。ここピンクコインコースなのかな。ここは一旦やられないけみたいな感じでしょ。で、一旦やられて赤い土管に入れるみたいな。やっぱそういう感じだね。それじゃあ進んでいきますか。で、ここは一気アップが来てるけど、なんか来るよ絶対。ほらね、遅いんだって一緒やち。僕はそんなのには引っかかりませんよ。まずいぞこれは。左隠しブロックあるんじゃないの。うわ、鼻が出てきやがった。一番左は。じゃあここの音符ブロックは大ジャンプしないでツタに捕まって上に行く。そんでこのリュートを左押しっぱで正解だと思うんだよな。さあ行きますか。ここはゆっくり行くのが正解。いや、走っていこうか。走っていく、それが正解でしょ。くっそー、あのイカ邪魔してきやがって。あ、なんか出てきたよ。いや、ピースイッチが出てきたところでさ、この場所からは絶対逃れられないよね。さあこのボムへ何をしてくる。てるさ、こっちはね、この、あ、なるほど、あのバブルにやられればいいのか。これ言ってんの。ねえ、頼むからこっち来てよ。その下に行かないだろうな。なんなんだあいつは。邪魔すんだって放題。ちゃんと次は来るでしょ。頼む、ちゃんと来てよ。ナイス。
じゃあここはイカが出てくるからさ、ゆっくり行こっか。このイカを避けて、もう全部ゆっくり行く。どうだ、何が出てくる。何も出てこないよな。この左なんかあるぞ。これ何、あ、なんか変わったよ。あ、やべえ、何もできない。え、なんでバグじゃないんですか。このドアの左に行ったらさ、マジで身動きが取れなかったんだよね。何なんだろうね。それじゃあこのドアに入っていきたいと思います。ここは何かしなきゃます。早く右に行こうか。これで正解。あ、キノコ、待って、うキノコ、いや、お前じゃないんだって、唇植物。じゃあここは右に渡って何もしない、そしたらキノコが取れるっていう感じでしょ。そしてこの唇植物を抜けていくと、成敗するでござる。なんかこの下に行ったらさ、バネに引っかかったんだよね。なんでパックに当たって上に行って右、多分これで正解だね。ここ隠しブロックあるんじゃないか、そういう感じでしょう。うぜえ。これどうやってやられればいいの。なるほど、カメックによってやられることができるっていう感じだと思うんですよ。カメック、こっちに来てってお願いって。あ、あの時そうにやられればいいのか。さあ、いや、ノコノコかよ。いや、僕にはノコノコにやられません。このノコノコを投げてみせましょう。おりゃ、あ、跳ね返った。いや、あの砲台の下の隠しブロックからここはもう叩かない。なんでこのまんま上に行きたいと思います。もう何もないだろうな。なんかありそうな予感がするんだけど、まあ何もないってことで土管に入っていきたいと思います。ここは右、絶対右、絶対こっちでやってる。やべ、ハラちゃんが襲ってきてるけど、多分こっちでやってるよ。ここはどうすればいいんだ。投げて王を迎える。そうじゃないのか。何やってんの、どこの子。僕はもうこの国を踏むしかないじゃないか。どうなる、この石頭が。こっからジャンプして右、これでいいんじゃないの。そして進めるっていうわけだね。さあ行きますか。このブロックも叩くしかない。叩いたら王がかかる、そういう感じでしょ。待って、このパンいる。うわ、どうしよう、絶対取れねえじゃんか、こんなの。頼む、キャン。ここはオンをしたらパンが出てきたよね。このパンを持ってブラパンを倒せっていう感じだと思うんですよ。さあ行きますか。これは隠しブロックに乗って、え、このリートでいいの。なんか右って書いてるけどさ、右は絶対違うよね。こっちに行ける、ナイス。そしてドアが2つあるけど、まあこれは下の方しか、いや、どっちに行く、上も入れるんだよな。上行ってみる。下は罠っぽいような気がする。こっち違うじゃねえか。なるほど、そこにボム兵があって何かが変わったっていうことだろうね。そんじゃあここの右上でボム兵を出せっていうことだったよね。この辺かな。あれ、 P じゃんね。この P スイッチを持って上のドアに入れっていうことかな。さっきあったよね、これ上からやっぱ行けないみたいな。あ、行けなかったんだね、これ上から。さあ P スイッチを踏んでドアに入っていきましょう。今なんかテレさん出てきたけど、まずいぞこれは。なんかヒット強引ヒント、うわ、ヒントってことはさ、こっち違うってことなのかな。いや、でもここ以外に行き道なかったよね。なんか違う、臭いぞ。みんなちょっと落ち込まれたのか。僕も真似していいかな、あの。まあ行き道はあるきね。一旦このドア入っていこうか。これは G 耐久だ。しかもこれめんどくさいパターンじゃねえか。いや、苦手なんだって、こういう空中で何かをするっていうのは。なんでこれちょっと早送りするね。さあ、あと1個だ。この1個はみんなに見せたい。僕は空中パウちゃんができましたよっていう。やった、きた。いや、本当に苦手でさ、空中パネちゃんとか壁当てコーラジャンプみたいな、そういうのできる人すごいなって思うんですけどね。いや、なんでさっきの違うの。ここも新体験みたいな、なってんじゃねえか。これどうすりゃいいのよ。なるほど、右上の針に当たればいいっていう感じで。いや、めっちゃ、しかも1日ファイヤーまで鳴らせやがって。これタイミングゲーだね、リズム感覚だよ。ほっ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 、これはぬるいね。次は下の土管だね。上死に耐久だったからさ、絶対こっちが正解だと思うんですよね。さあ、グッジョブって書いてる。これ終わりっていうことなんかな。どうなんだろう。切ってないよね、絶対切ってない。隠しブロックあるんじゃないか。そうだろう。あああと1個いるじゃんか。ピッコイどこにあったのよ。あれ、あ、鍵手に入れるだ。
もしかして上のドアに行けるのかな。来た、これはゴールできるんじゃないんですかね。さあスターまで取って、頼むゴールさせて。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオ33ということで、まずサムネを見てもらっていいですか。針が2つあるだけなんですよ。めちゃくちゃシンプル、これ以上ないシンプルさなんだけど、クリア率はなんと 0.21%、 とんでもなく鬼畜なコースだと思います。でこのコースをやるにあたって一つ気になってることがあるけどいいですか。なぜ僕はこんなコースをやっているんでしょうか。いやこのコースって動画映え的にどうかなとか思わない？いやそんなこと言って、じゃあ一発マリオ名人の流したるぜ。いきます、ジャンプ。今からみんなこのやられ方ばっかり見るからね。ちょっとマジでいこう。クリア率 0.21% だからね、相当難しいと思うんですよ。まあ言ってもこっからムーンウォークみたいな感じでゴールするっていう感じだと思うんですよね。っていうか今のめっちゃ惜しくなかった？こっからジャンプして右に行ったところで、うわやっぱり届かんばい。これはということはもうムーンウォーク方式以外にないと思うんですよ。あとはどっからジャンプしていくかだね。この坂の途中でブロックが切れてるじゃん、そこの真ん中にマリオを立たせて、こっからムーンウォーク方式で行ってみるね。頼む、惜しいムーンウォークじゃダメですね、やはり必殺技を出さないと。それじゃあ行きます、スーパーミラクルローリングサンダー。スーパーローリングサンダーはダメでしたそれじゃあ回スーパーローリングサンダーで行きたいと思います。スーパーミラクルローリング、すごい、めっちゃスーパーサンダー。だいたいいい年こいた大人がスーパーミラクルローリングサンダーとか言ってジャンプして恥ずかしくないのかって思うんですよ。えへん、でで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 、お母さん無理だよ、こんなコース難しすぎて僕にはクリアすることができない。しょうがないわね、ピオキング、そこで見てなさい、偉大なる母の力見せてあげる。いくわよ、母を求めて3000里。わしを呼んだけ、ゴミは引っ込んでやろう。もう無言でやっていいですかマジで吉、もう今40分ぐらい経ってるんだよね。いや本当に難しくてこのコース、いや今までね無言になってするとかそんなんなかったけど、このコースはマジでそれしてもいいかなって思うんですよ。キャー、きたどうもご視聴ありがとうございました。いや本当に難しかったねこれ、おすすめしないレベル。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。